ダミアンヒールのフリック、遠野来た、瀬古のカバー、遠野切り返した、チャンス、遠野折り返し、逆宮城が打つ、3点目マルシーニョ、4点目その交代で入った宮城、1-4 です。川崎リードまた3点。まあ、結果が欲しい2人が取った点じゃないですかね。まあ、遠野のこのやっぱり狙う場所が同じで、はい、ポケット入って、まあ、ちょっと相手のディフレクション狙いましたけど、切り返しは素晴らしいですね。全然体幹ぶれてないですし、体も流れてませんし。丁寧なボールですね、ここで外で宮城も、まあ、落ち着いてボレーを下に叩きつけましたね。